正上龍鳳です。ということで、今日はこちらの方ですね。晩ご飯また、リクエストがあったので、いや、おっさんの晩ご飯食べてる姿見てどうなのみたいな、と思うんですけど、またね、晩ご飯食べてる動画が見たいっていうことでね、アップしました。今日はですね、まあ、麦茶。いつも麦茶なんですよ。麦茶と、キャベツの千切り。で、シーザーサラダと、みかーん。みかんですよ、みかん。で、いなり寿司と、巻き寿司っていう、こういうメニューになっております。今日はこんな感じでね。はい、やっておりますので。それでは、いただきまーす。ということで、まずは、箸の使い方が下手なんでね、ごめんなさいね。おいしい。シーザーサラダおいしい。おいしい。おいしいね。基本的には、なるべく、サラダから食べるようにしますね。こっか。とっても美味しい。おいしい。キャベツはね、あれです、なんていうのかな、とんかつソースをかけてます。めっちゃ美味しい。キャベツ最高。美味しいわ。最高ですね。
めっちゃうまい。うん。巻き寿司。うん。うん、うまっ。やばいね。本当美味しい。日本に来てよかった。うん、うまい。ご飯が美味しい。ああ、うまっ。うまいしか言ってないね。最高。おひなさん最高。うん。じゃあ、まあ、デザートにみかんですね。みかーん。みかん切ったんだけど、ちょっとね、切れ味が悪いんで、後で包丁を研ごうと思ってます。最高。はい、ごちそうさまでした。ということでね、今日もご飯を食べることができました。感謝感激でございます。イエーイ。まあ一人でこんなもんだいたい10分ぐらいで食べちゃうんですけど、用意もそんなかかんないですね。用意も10分ぐらいかな。これぐらいだと。まあ、20分ぐらいで。まあ洗い物して、まあ、30分ぐらいか。まあそんな感じですけどもね。今日はこんな感じで、シーザーサラダとキャベツの千切りと、お稲荷さんと巻き寿司でした。お茶は麦茶です。それでは皆さんごきげんよう。バイバイ。ありがとう。またねー。